ジャドアラン・グレック、ジャドアラン・グレック、ジャドアラン・グレック、1947年2月14日隊は、アメリカ合衆国の政治家、共和党に所属し、連邦下院議員を4期8年、ニューハンプシャー州知事を2期4年、連邦上院議員を3期18年務めた。政界入り前に、ニューハンプシャー州なし上で、実業家及び弁護士として活動した経験を有し、 連邦上院では予算委員会委員長を務めた。1947年2月14日、ジャドアラン・グレックはニューハンプシャー州ナシュアにおいて誕生した。父親は第77代ニューハンプシャー州知事ヒューグレックであった。グレックは1965年にフィリップス・エクセター・アカデミーを卒業した。グレックは1969年にコロンビア大学で学士号を取得し、 続いて、ボストン大学法科大学院で九百七十二年に法務博士号を九百七十五年に法学修士号を取得した。グレックは九百七十八年から九百八十年までニューハンプシャー州行政評議会の声員を務めた。グレックは九百八十年に連邦会議員に当選し、九百八十二年、九百八十四年、 1986年にも再選した。グレックは1988年の連邦会議員。選挙は辞退し、ニューハンプシャー州知事選挙に出馬した。グレックは1988年のニューハンプシャー州知事選挙で勝利し、1990年の選挙にも再選した。グレックはニューハンプシャー州知事を1993年まで2期4年、務めた。 1992年、グレッグはニューハンプシャー州知事選挙への出馬を辞退し、代わりに連邦上院議員選挙に出馬することを決定した。グレッグは同年の選挙で民主党、ジョンラを下し、連邦上院議員に当選した。グレッグは1993年から連邦上院議員を務めた。グレッグは1998年に民主党、 ジョージ・コンドデメトラキを下して2期目の再選を果たした。3期目を目指した2004年の選挙では、民主党の長老、ドリス・ハドックを、得票率66%対34%で、下した。2005年1月、グレッグは、上院共和党会議において、上院予算委員会委員長に選出された。グレッグは、上院予算委員会において、 資出の抑制という観点を強く支持した。またグレッグは上院議員時代全体を通じて低税金の政策も支持し続けた。グレッグは社会問題に対して恩恵主義者として活動した。2006年6月、連邦憲法に同性結婚を禁止する条項を加える連邦婚姻修正法案の採決に際してグレッグは共和党内における 法案反対派のグループに加わった。2007年4月、グレックは肝細胞研究強化法を支持し、共和党に対する造反グループに加わった。その一方でグレックは人工妊娠中絶の合法化に対しては強い反対を貫いた。グレックは銃規制に関する法案について一部に対しては肯定的な行動をとり、また一部では否定的な行動をとった。 グレッグはブレーディ法には反対票を投じたが、後年は重火器の引き金規制法に賛成票を投じ、攻撃用武器の規制にも指示を示した。2007年10月29日、グレッグは翌年の大統領選挙に向けた共和党指名候補者に元マサ節ュセッツ州知事ミット・ロムニーを支持した。二千八年十一月十四日、グレッグは共和党院内総務。 ミッチマ・コーネルから議会監視委員会の委員に指名された。この委員会は緊急経済安定化法の不良資産救済プログラムに基づくものであり、同法による最大7000億ドルの公的資金の使途を監視する目的で設置された。だがグレッグは上院での仕事量の多さに言及し、12月1日に委員を退いた。グレッグは上院共和党において、 不良資産救済プログラムの主たる作成メンバーであった。その一方でグレッグはバンクオブアメリカに対して数百万ドルの投資も行っていた。2009年2月2日、政治専門誌ポリティコはバラク・オバマ大統領が次期商務長官のポストをグレッグに打診し、グレッグがそれを受諾したと報道した。ニュース専門放送局 CNN もまた同様の報道を行った。 仮に上院がグレックを承認した場合、グレックは上院議員を辞職することになるが、その時公認の上院議員は民主党所属のニューハンプや州知事が指名することになっていた。共和、民主両党の情報筋は公認の上院議員としてボニー・ニューマンが指名されるだろうと述べた。ニューマンは共和党所属であり、グレックの元首席補佐官であった。この人事はグレッグが 公認の上院議員に共和党員が指名されることを望み、それが叶わないのであれば商務長官職を受理しなと主張したためであった。オバマ大統領は2月3日にグレッグの商務長官指名を発表し、アメリカの経済界の再建のためには党派を超えた協力が必要であると述べた。しかしながら、グレッグとオバマ大統領のとの間には、 商務省参加の国勢調査局が実施することになっていた2010年の国勢調査について意見の相違があった。グレッグは国勢調査に関して黒人やヒスパニックに不利になるような政策を支持する傾向があった。そのためオバマ大統領は国勢調査に関する権限をグレッグとは別の人物に委ねることを検討ていた。そして共和党幹部はこの経緯に対して 国政調査権の管理をグレッグが行えないのであれば、指名を取り下げてほしいとオバマ大統領に促した。商務長官指名から9日後の2月12日、グレッグは記者会見を行い、指名を辞退することを発表した。グレッグは会見において、景気対策法案や国政調査の方針についての考え方の不一致に言及し、それらの問題は、 解決不可能であると述べた。ホワイトハウス報道官ロバート・ギブズは同日に声明を発表し、政策対立によるグレックの指名自体に不満を示した。グレックは指名自体の記者会見後、指名自体に関する責任を認め、加えて商務長官の指名を受諾したことは間違いであったと述べた。グレックは改修派協会に帰依していた。グレックは キャスリーン・マクレランと結婚し、娘を二人、息子を一人儲けた。長女は、モリー、次女はサラ、長男は、ジョシュアであった。グレッグは2005年、コンビニエンスストアで購入した宝くじパワーボールで、85万ドル帳を、勝ち取った。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。